はいどうもみなさんこんにちは。スターディの河野玄太です。みなさん、めちゃくちゃすごいことが起こりました。最も重要な未解決問題の一つとされている ABC 予想が、京都大学の教授の持月慎さんによって証明されたんですよ。まあ、正確には証明した論文の査読が完了したんですけど、これめちゃくちゃすごいんですよ。ABC 予想が ABC 定理になったと。予想が定理になったわけなんですけど、これめちゃくちゃすごくて、もう SNS でバズりまくってるわけですね。 ただこれ何が本当にすごいのかっていうことを実際にね、理解されてる方も少ないんじゃないかなと思うので僕自身もですね、もう本当に凄す,すぎて全部は理解せないんですよ。自分がわかる範囲、この ABC 予想ってこういうところがすごいんだっていうところを自分のわかる範囲でお話できたらなと思います。で、しかも ABC 予想って実はその予想の内容って中学生でもわかるんですね。なんなら小学生でもわかる人もちょくちょくいるんじゃないかなと思います。 なので、その ABC 予想の中身をめちゃくちゃ噛み砕いて、中学生でもわかるように解説していこうと思います。もうその歴史的な発見の中身、ぜひね、えー、楽しんでいただけたらいいなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。最初に ABC 予想の解決によって、何がそんなにすごいのか、何が変わるのか、っていうことをお話ししていこうと思います。 まずそもそも ABC 予想っていうのは最も重要な未解決問題の一つというふうに言われてるんですけど、それがなぜかっていうと、ABC 予想、これあくまで予想だったわけなんですね。ただ、この予想がもし証明されれば、こんなことが言えるのになーっていう研究がたくさんされてるんですよ。 つまり、ABC 予想が成り立ってくれれば、こんなことが言えるのに、あんなことが言えるのに、こういう数学のめちゃくちゃ難しい難問、これもすぐに証明できんのになーっていうようなことがたくさんあったわけですね。もう本当にずらーっといろんな定理が導かれるわけですよ。まあ ABC 予想っていうのは弱い ABC 予想と強い ABC 予想っていうものがあって、 強い ABC 予想っていうものが証明されれば、フェルマーの最終定理、もう超有名なやつですね。350年かけても証明されなかったら、フェルマーの最終定理も一発で、まあ a 4一枚程度の記述で証明されるというふうに言われてるんですね。もうそれぐらい、その ABC 予想さえ証明されれば、いろんなものがガラッと変わるというふうに言われてると。 しかもそれ何がすごいって ABC 予想の証明のために持月先生が使った宇宙際対比ミュラー理論というものがあるんですけどこれがもう革命的な理論なんですねもうこれ今まである足し算と掛け算の概念っていうものをガラッと変えて再構築する理論を再構築するというものがなんか宇宙際対比ミュラー理論というものらしいんですけどまあ、正直あまり僕ね理解してないです っていうのも、まあ要は宇宙最大飛ミラー理論っていうのがわけわかんない理論すぎて、もう持月先生が新たに作ったものなんですけど、もうわけわかんなすぎるがゆえに、もう未来から来た理論というふうに、いろんな数学者から言われてるわけなんですね。で、実際、持月先生が今回の証明のために書いた論文のページ数は、もう500ページにも及ぶと。 で、しかもその論文の内容っていうものがいろんな分野にまたがっていて、かつその宇宙最大ヒミリア理論っていう全く新しい理論っていうものがあるということで、もういろんな数学者、もうほとんどね、理解できなかったわけなんですよ。もう本当に世界の数学者の中でもそれをすべて理解できる土台にいる人の時点で、もう本当に数名しかいなかった。 っていうことから、結局、論文が書かれてから、その、査読が完了したまで、7年半も時間がかかったわけですね。もう論文一冊、んこれ正しいのかなーっていうのを確認するためだけに7年半もかかるんですよ。もうそれぐらいね、わけわかんないと。そもそも、もちき先生、もう天才すぎて、もう経歴からおかしいんですよ。まず、16歳にアメリカのプリンソン大学に入学と。16歳ですよ。もう大学に飛び級で入学して、 で、23歳の時に博士号を取得してるんですよ。しかもそれ、帰国後32歳っていうね、異例の若さで京都大学の教授にもなっていて、経歴からして天才ですよね。もうだから、の月先生っていう超天才が、宇宙祭対比ミラー理論っていう、もう超新しい理論を使って、ABC 予想っていう、最も重要な未解決問題の一つと言われている予想を証明したというわけなんですね。 もう宇宙最大ヒミュラー理論っていうものは凄す,すぎてよくわかんないけれども ABC 予想以外にもいろんなね、そのすごいことが導けると。その結果、整数論の根本を変えるかもしれないとも言われてるわけなんですね。はい、ということで、もうとにかくすごいわけなんですよ。すごいわけ。じゃあその内容っていうのは具体的にどういうものかと。簡単にまとめるとというと、 abc 予想、まあ足し算と掛け算の関係性っていうものを根本から新しい理論を構築するとも言われてるんですね。まあね、それこら辺はね、僕自身も完全にはね、わかるわけではないんですけど、まあ要は足し算と掛け算に関する何かが、まあいろいろ再構築されていくと。もうそれだけですごそうですよね。足し算と掛け算、なんか僕でもわかるよと。 足し算ん足し算っていうのをたくさん足してって、掛け算っていうのは、例えば 5×4 だったら、5を4回足せばいいんじゃないのみたいな、まあそういう感じですね。まあそれはね、そうだと思うんですけど、まあね、もうやっぱ世界のね、もう天才型になってくると、足し算と掛け算、それじゃいけないんじゃねって、も,うもっといろんな関係性がごちゃごちゃってなるんじゃねみたいな感じなんですよ。うん、すごいと。うん。じゃあそのね、具体的な内容、これ実はね、中学生でもわかるので。はい、どんなものか。 abc 予想。まあ、これ、まあ、ごちゃって書いてあるんですけども、噛み砕いて説明しますね。a プラス b コル c。これが足し算で。abc が出てくるから abc 予想なんですけど、a プラス b コル c を満たしますよという互いにそんな、え、組みがあると。abc があると。そうした場合、これを満たすものは有限個しか存在しない。まあ、これもうよくわかんないと思うので、噛み砕きますね。a プラス b コル c。例えば1、1足す八8イコル9。だとするじゃないですか。a が1で b が8で c が9と。 に対して、まあ、これを満たすものは有限個しか存在しないということなんですけど、この、ま、rad abc。これって何って言ったら、これ根気というもので素因数分解した時に出てくる素因数の積なんですね。何かっていうと、例えばこれ abc の根気。根気ね。は、これ1たす8イコール9の場合で言うと、abc っていうものは1か8る9と。これ素因数分解すると、2の3乗かける3の2乗になりますね。 じゃあ、この ABC の根期 rad ABC っていうものは、この2と3をかけたもの。だから、6と。いう風になるわけですね。この3乗とか2乗っていうものを取っ払って、2と3とかこの素因数の部分だけを掛け合わせたものっていうものが、この rad ABC なんですね。まあ、今回、この C、9の部分と、この根期の6の部分って言ったら、9の方が大きいわけじゃないですか。だから、 この C がラッド ABC よりも大きいですよっていうことは言えるわけですね。一方で、例えば2たす7イコール9っていうのを考えたとしたら、この ABC っていうものは2七7け9じゃないですか。だから、この根気っていうものは2七7け3の2乗だから2七7け3になるわけですね。2三3け7になっちゃうわけですよ。そうすると、今回、この9、 ま、C に対応する部分と、ラッド ABC に対応する部分では、こっちのラッドの方が、今期の方が大きくなるわけですね。よろしいでしょうか。で、まあ、でもこれちょっとね、手を動かしてもらえたらわかるんですけど、これですね、ほとんどの場合、この下のパターンになるわけなんですね。ほとんどこっち。すなわち、今季の方が、この C よりも大きくなるんですよ。ほとんどこっちの方が大きくなる。この上の場合、 C の方がこの根拠よりも大きくなるっていうのはすごくね、これ例外的な場合なんですね。めちゃくちゃ少ないというわけなんですよ。うん。だからこれ超少ない。超少ないってことは、これ数えられるんじゃないと。はい。超少ないから数えられるんじゃないかなーっていうふうに思うわけなんですね。ただこれね、ラッ d ABC っていうものを単純に比較して C の方が大きいものっていう数はですね、無限個あるんですね。無限個ある。 ただ一方でこのラット abc にちょっとね、まあ、重りをつけてあげるわけですよ。まあ1プラスイプシロン乗っていうね、これ要はちょっと大きくしますよっていうことですね。1.1乗とか、まあイプシロンが1の場合は2乗ですね。右辺の方を2乗してあげるみたいな感じで、ひいきしてあげるわけですね。ひいきしてあげることによって、それが結局ね、 さらにちょっと少なくなるわけじゃないですか。その結果、有限個しか存在しなくなる。数えられる数しか、えー、存在しなくなるよっていうものがこの予想なわけですね。それがどんなイプシロンである場合にも、本当にちょっとでも、こう、ひいきしてあげることによって、有限個になると。有限個しか存在しませんよっていうふうに言えるっていうのが ABC 予想なんですね。はい。これが ABC 予想だというわけなんですよ。まあなんか、意外と理論自体はそんなに難しくないんですね。 この A プラス B コル C っていうものがたくさんあると、1たす8は9みたいな感じで、全部互いにそうなものを考えてあげて、その掛け算してあげたもの、全部掛け合わせたものの根気の部分、その素,素因数の部分を掛け合わせたものの大小の比較を考えてあげて、こっちの方が大きいですよっていうものってめちゃめちゃ少ないんじゃないかな、 うん。ま、実際はね、無限個あるから、この6の方をちょっとね、筆きしてあげると。1プラス1ピシロン上してあげれば、そうしたらこっちの方が大きくなるっていうものは数が少ない。もう有限個しか存在しなくなるよって、無限個あるわけじゃないよっていうふうに一気に変わるっていうのがこの ABC 予想なんですね。まあ、厳密に言うと弱い ABC 予想がこっちと。この弱い ABC 予想の方を今回、望月先生がもう宇宙最大飛ミラー理論という新しい理論を使って証明したというわけなんですよ。まあもうね。 えなんとなくこれが分かったということなんですけど、じゃあどうやって証明するか。これはね、もう中学生じゃなくて、もう数学者でも、ほとんどの人は分からないぐらいのことになってくるので、あの、興味のある方は勉強してください。はい。興味のある方は勉強してくださいって言ってもね、長い道のりになると思うんですけど、うん。分かった先にはね、面白いものが見えてくるんじゃないでしょうか。僕もちょっと分かんないので、何とも言えないんですけど、はい。ということでね。まあ、よくある誤解がね、一つあるんですけど、まあ、その今回のね、ABC 予想が証明されたから、 フェルマーの最終定理っていうものが本当にパパッと証明できるようになったというふうに、まあそのツイッターでもね話題なんですけど、まあそれはね、今回のはちょっと違うんですね。っていうのを今回証明されたのは弱い ABC 予想の方なので、フェルマーの最終定理は導けないんですよ。フェルマーの最終定理が導けるのは強い ABC 予想が証明された場合のみなので、今回はね、厳密にはちょっと違うのかなという感じですね。 とはいえね、本当にすごいことには変わりないと。もう今回ね、ABC 予想の証明がされたというのを聞いて思ったのは、やっぱりね、本当にすごい人たくさんいるなというわけなんですよ。本当にすごい人って周り見渡せばたくさんいるんですよ、実は。実はもう隠れた天才っていうのはたくさんいるということでね、きっとあなたも、いずれですね、天才のね、才能っていうものが、もしかしたら花開くんじゃないかなと思うので、これからもね、頑張って勉強してもらえたらいいなと思います。ということで、これからも、 ちょっと頑張ってみようかなって思う方はね、えチャンネル登録、高評価、とコメントにもね、ぜひ、こういう動画撮ってほしいっていうものを載せてもらえたら嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう